かってるのがポイントなんだから、顔をまず上げてた。いや、それが無理でできないよね。ひさみなんてバタフライできる、お母さんカッパなんじゃないの。バタフライ、私ね、バタフライできたけどね、今はもうできない。やればいいじゃん、バタフライね。夢の夢だね、バタフライって存在意義がよくわかんない。明田さんって全然泳げない。泳げないよ、クロールで15メートルぐらい。そんな自信満々。15メートルってだってそれ蹴ったらもうそれで15メートルいくよ。平泳ぎで10メートル。平泳ぎ10メートルってそれ平泳ぎになってないと思う。海とかだとさ、そのむしろ潜水する技術の方が大事だ。海はね、そうそうそう。でだから貝取るためにね、生きてるからね。だってその辺で大森海岸で取ってたと思うよ。貝塚あるんだから。まああれは生活のゴミだから、ね。